フロントウィング。アイランド。はい、どうもコマミレです。今回はこちらアイランドというゲームをやっていきたいと思います。ものとしてはもう7年前だよな。2015って書いてあるし、すごいな。もう割と最近、5年は経っとらんイメージだったけど、7年か。感慨深いですね。一応アニメ化もされとるんだったっけな。うん、当時かなり話題になってね。まあいろいろあったんですよ、これ。まあそのいろいろをここで話すことはないですけど、作品としては、素晴らしい、もうフロントウィングっていうこのアドベンチャーゲームの中においては、もうなんか名門中というかね、大手も大手みたいなところが、そうだな、グリザイアの果実とか、そういう作品の名前は聞いたことあるかもしれないですけど、そこのメーカーです。はい。そこが作ったやつなんですけど、まあ、グリザイアとかはエロゲだったんですけど、こっちはコンシューマーというかその前年齢対象のゲームとなっておりますので、特になんかお色気のシーンはあると思うけど、エッチなシーンは、ありませんのでね、そこら辺ちょっと期待されてる方は申し訳ないなって思う感じなんですが、はい。そのことギャーギャー言うとらんとさっさとやれって話ですよね。うん。俺も全く手つかずやったからね、せっかくこの機会があるからやってみようかなと思ったんやけどって話しとったらまた長くなるから、はい、さっさと行きましょうね。はい。なるほどね。チャプターごとに分かれとるってことやんな。これプロローグ。チャプター3。一応これ3人の出会いってことになるんか。メインキャラの。1、2、3。ここまでどこまでやるんやろ。でも一応3つの出会いがあっての終わりなんかな。そっからさらにバーンとでかいストーリーが続いていくからね。そもそもこの舞台設定とかも何もわからんからって。ね。それはやっぱ話が長くなるな。ごめんなさいね。一生話しとれるんで、こういう系の話は。じゃあ行きましょうか。プロローグ、旅の始まり。さあ、始めましょう。はじめに音があった。繰り返される単調な音。無機質だけど優しいゆりかごの音。それは何万何億の時を、年を超えて紡がれてきたこの星の息吹だ。まだこの世界の広さと深さを知らなかったあの頃。二人で並んで歩いた白い砂浜。風鈴の音を聞きながら食べたかき氷。小さなベッドの上で語り合った将来の夢。無限に続くと思っていた暑い夏。そうだ、この音はあの日聞いた音だ。いつまでもこの音に包まれていたい。いつまでも、いつまでも。いや、そういうわけにはいかない。俺には、僕には、私には、やるべきことがあったはずだ。この音を取り戻すための何かが。あの子を救うためにやり遂げるべき何かが。だから俺は、僕は、私は、立ち上がらなくてはいけない。たとえこの体が朽ち果てることになろうとも、たとえこの心が消え去ることになろうとも。立ち上がらなくちゃいけないんだ。なのに、どうしてだろう、何もわからない。ここがどこで、今がいつで、自分が誰なのかすら。まるで長い夢から覚めたばかりのように頭が回らない。時間は刹那しか残されていないというのに。輪廻の輪は再び閉じようとしているというのに。何もかもがわからない。誰か教えてくれ。俺は、僕は、私は、誰なのか。会えたね。凛とした音色。そこにもう一つの音があった。知ってるよ。長い旅を続けてきたんだよね。ああ、懐かしい。何年ぶり？何日ぶり？何年ぶり？いや、何万年ぶりだろうか。だけど確かに聞いたことがある。この子の名前は？いいんだよ。無理して思い出さなくても、生きてるといろんなことがあるよね。楽しいことだけじゃない。辛いことも悲しいこともいっぱい。わかるよ、私もそうだったから。だけどね、もう全部忘れていいんだよ。
だってこの島は楽園だから。楽園ならもうやり遂げなくてもいいのか。この無限に続く、輪廻の輪から抜け出してもいいのか。だからここで生きて、そして死んで、そうすれば辛いことも悲しいこともないから。顔を上げる。そこには、おかえりなさい、刹那。あの頃と変わらぬ笑顔の彼女がいた。そんな気がした。おい、こっち来てみろよ。うわ、なんだこれ。生きてるのかな。棒でつついてみようぜ。やめようよ、中からウジ虫が出てくるかも。お前怖いのか。だってこれ人間だよね。島の人かな、外の人間かな、それともまさか暴流島から。少なくとも人形には見えないよな。つついてみりゃわかるさ。ん、動かないな。やっぱ死んでんのか。なんか痛えな。よし、蹴って上向かせてみるか。って、何すんだこのクソガキども。おお、見上げればスカイブルー。わお、水平線まで続くマリンブルー。いや、おお、世界はなんて美しいんだ。つうか、ここどこ？どうして俺、マッパなの？目の前で腰を抜かしているクソガキは何なんだ？なあ、僕。なんだよ！聞きたいことは山ほどある。だって俺には何もかもがわからないんだから。つうか、一人称って俺でいいのか？まあ、いっか。とりあえず、こいつに最初に聞くべきことは、ここにさ、女の子いなかったか？どうしてそんなことを聞いてしまったのだろう。だけど、確かにいた気がするんだ。砂浜に倒れていた俺に優しい声をかけてくれた女の子が。すっげえ可愛い、天使みたいな女の子なんだけど。崖はブンブン音が鳴るほど激しく首を左右に振る。そうか、じゃあいいや。解放してやると三人のガキは蜘蛛の子を散らすように逃げ去っていった。そんなに怖がらなくてもいいだろう。へこむわー。いや、へこんでる場合じゃない。つうか、あっち。いや、へばってる場合でもない。で、差し当たりどうすりゃいいんだ。ゆっくりと当たりを見回す。真っ白な砂浜は太陽の日差しを反射して眩しいくらいだった。季節は夏か。さっきのガキの話はどうやらここは島らしい。やたらと蒸し暑いから南国の線もあり得るか？ということはだ。楽園？ここでこうしていてもそれ以上のことはわかりそうにない。無人島ではないようだから、とにかく市街地に出てみよう。おっと。すかに下半身にこんなものをぶら下げたまま出て行ったら、公然わいせつ罪で即お縄だ。何か隠すものは、ん？足元にキラリと光るものがあった。それはまるで宝石みたいな、かつて誰かの思いを閉じ込めた琥珀みたいな。CD？ どうしてこんなものが砂浜に？まあいいか、これで。んじゃ、行くか。CD を股間に当てがい、俺は第一歩を踏み出した。
で、どういうことなの君。だからさっきから言ってるだろ、この CD は砂浜で拾ったんだ、盗んだんじゃない。もう CD はいいよ。なんであんな格好でうろついてたのかって聞いてるの。ちゃんと隠せていれば問題はないはずだ。そういう問題じゃなくてね。ああ、俺の身の心配をしてくれているのか。CD は直径12センチ。俺のはいかんながら12センチ以下ということになってしまうが、ギリギリ標準サイズだろ。残念だけどこれ、シングル CD だからね。シングル？なんだそれは。一回り小さな CD のこと。ちなみに直径は8センチ。8センチだと？それはちょっと小さくないか？知らないよ。ああ、待て待て。使用時にはもっと大きくなるはずだ。心配には及ばない。なぜため息をつく？俺はこんな真摯に対応してるというのに、この会話の噛み合わなさは何なんだ？まるで異国にでも紛れ込んでしまったような、そんな違和感。ここ本当に日本なのか？それはこっちのセリフ。君、本当に日本人なの？身分証は？あるわけないだろ。服さえなかったんだから。出身は？知らん。名前は？覚えてない。年齢は？ああ、それは俺も気になっていた頃だ。どっかに鏡か何かはないか？ため息をつきたいならこっちの方だよ。まったく、どうしてこんなことになってしまったのだろう。港町らしき場所に出たのはいいが、逃げまとう人々で阿鼻叫喚の騒ぎとなり、5分後にはここに連れてこられていた。とりあえず着るものを貸してもらえたはいいが、なぜか駐在さんはなかなか俺のことを解放してくれない。押し問答を繰り返しているうちに、外はすっかり茜色に染まってしまった。染まってしまっていた。ほら、鏡。手渡された手鏡を覗き込むと、そこには夕焼けに照らし出された見知らぬ男の顔が映っていた。うん、なるほど。これが俺の顔か。なかなかイケている。偏差値で言うと53くらいか？髪を整え、髭をすれば58くらいはいくかもしれない。年齢はそうだな。二十歳でも通るくらいか。私に聞かれても困るよ。酒を飲んでもしょっぴかないでくれよ。それ以前に。不審者として連行されてきたんだけどね、君は。俺は不審者なんかじゃない。何でも聞いてくれ。答えるから。じゃあ、この島には何のために来たの？さあ、観光とか？ここ数年、観光客が訪れたことはないね。こんな綺麗なのにな、ど田舎だろう、なのだろうか。いや、待てよ。もっと重要な目的があって来たような気がする。どうしてだろう？そう感じる。もうちょっとで思い出せそうなんだ。ほら、何かを救う的な。それは何だっただろう？それはいつもそこにあって、あるのが当たり前すぎて、失うことが何よりも怖くて。そして俺にとってかけがえのない大切な宝物で。と、壁に貼られているポスターが目に入る。みんなで守ろう。かけがえのない宇宙船地球号。地球を救うとか？病院紹介しようか？いや、口にしてはっきり思い出した。俺は悪の手から世界を救うためにやってきたんだ。どこから？ M78 星雲？ふざけるのはいい加減にしてくれ。そんな非現実的なことがあってたまるか。だから、それもこっちのセリフ。君のこれまでの話を総合するとこうなる。君は記憶喪失になってこの島に流れ着いた。おそらく近海で海難事故にでもあったんだろう。まだ報告は入ってきてないけどね。まあそんなところなんだろうな。つまり俺は世界の存亡に関わる使命を背負ってこの島に向かっていた最中に、事故に見せかけて暗殺されかけたわけだ。だからどうしてそういう話になるのかな。それは失った記憶を補填しようとして脳が作り出した幻想だよ。幻想？そうなのだろうか。俺は事故に巻き込まれただけの被害者で、要するにごく普通の一般人なのだろうか。何の力もなく、運命にも抗えず、あの子を救うこともできないのだろうか。
あの子？何にせよ、ここじゃ手に負えないね。本土に引き渡す手はずを整えようか。きっとそれが君のためにもなる。違う。檻がここに存在する理由がある。なさればならない使命がある。でなければこの世界は滅ぶに等しい悲劇に見舞われることになる。でなければあの子は救えない。なのにその子の名前が思い出せない。机の上に乱雑に広げられたままの新聞紙。そこにある文字が目に留まった。キャンプ客水難事故、4名が未だ安否不明。日付は1999年8月15日。1999年、これは今日の新聞なのか。もしかして記憶の中の日付と違う。ああ、ならそれが君が事故に遭った日なのかもしれないね。何日前なの？いや、そうじゃない。そうじゃない。そうじゃなくて、足りないんだ。この新聞に記されている日付は、俺に言わせれば明らかに足りていない。それも月や日じゃない。1999年という文字がひどく懐かしく感じる。この直感を示す事実はただ一つ。俺は未来から来たんだ。大丈夫。本土の病院は大きいから。なぜアルミの視線を向ける。今のは衝撃の事実が明らかになって今後の展開に手に汗握るところだろう。さしずめ第一話、未来から来た男ってところだ。とりあえず今夜はここに泊まって、住民が怯えるから出歩かないようにね。ありがとう。あんたは優しいな。で、交流だよな、それ。俺は未来から地球を救いに来たヒーローだぞ。人類が滅んでもいいのか？ん？ここはこの平和ボケ者駐在さんがにガツンと言ってやるべきだろう。そんなことは断じて許されん。てな具合に。誰？振り向くと一人の男が発出所の入り口で仁王立ちしていた。クルツ町長。駐在さんは弾かれるように立ち上がり、男に向かって敬礼する。おう、町長さんか。しがない駐在警官よりは話が通りそうだ。さっきから聞いていれば、この男を交流するだのなんだろうと、何を考えているんだ君は。おう、いいぞ、言ってやれ、町長さん。警察の職務は人々を守り助けることであろうが。その通りだ、町長最高。こんな不審者は即刻島から追放だ。なんだって？しかし、遭難者の可能性もあることですし。そうだそうだ、言ってやれ、駐在さん。まずは本署に応援を頼み、きちんとした手順を踏んでから。本土の連中なんかにずかずかとやってこられてたまるか。幸い今なら夜の定期船に間に合う。こんな男をさっさと本土に送り返してこい。そのためにも最低限の書類は準備しませんと。のしでも巻いておけば十分だろうが。それに船長の許可だって。その時はうちの船を出すまでだ。駐在所で押し問答を繰り返す二人の男。その間に挟まれて口出しもできない無力な俺。風鈴の音が夏の盛りを告げていた。どこが楽園なんだよ、どこが。